トトカミ、まさかの28歳が学校に。最高すぎるだろ。名前も若作り先輩って名前で、余計に素晴らしい。あとキャラがめちゃ可愛いので、ほんと最高です。で、先生が犯人なのはわかるけど、最後に怪異要素もあって、来週が楽しみです。以上、トトカミのお話でした。